クラインセンターにようこそ。新しいクラインセンターは2014年の夏に建てました。1400万ドルもかかりました。新しいマシンが70台もあります。クラインはたくさん窓があって大きくて白い建物です。夕方電気はとても明るいです。フィットネスセンターの前にジュースバーがあります。ここで美味しいジュースが飲めます。特にここの親切なスタッフはいろいろな野菜や果物のジュースが作れます。それに美味しいサラダとお菓子が大学の ID カードで買えます。学生たちはここのジュースが大好きですから、よく10分ぐらい待たなくてはいけません。でも、ジュースバーの近くにたくさんテーブルがあります。宿題をしたり、友達と喋ったり、テレビでスポーツの番組を見たりできますよ。フィットネスセンターは一番人気があります。ここに入った時、スタッフは皆さんにタオルをくれます。1階に重量上げができるところがあります。ディキンソン大学の学生たちは誰でも使えます。2階にたくさんランニングマシンがあります。新しいランニングマシンで走るとき、インターネットができるから、運動はもっと面白くなりますよ。私たちはよく日本のアニメやスポーツの試合を見ます。ここのマシンを使うとき、オリエンテーションをしなくてはいけません。でも大丈夫です。ディキンソン大学の学生に案内してもらえますから。この大きい建物はディキンソン大学の古いクラインセンターです。ここでいろいろなスポーツ活動ができます。そしてたくさんバスケットボールとスカッシュとスイミングの試合があって他の大学でも有名です。スポーツがとても上手な人有名な場所です。大学を卒業したとき、ディキンソンの大学だった人で試験があります。それはたくさん古い写真があります。これはラッククライミングの壁です。もしラッククライミングを習いたかったら、上手な人に教えてもらって楽しいです。私はクラスの後でラッククライミングするのが好きです。ラッククライミングの近くにプールがあります。このプールは大きくないですが、泳ぐ人が少ないです。だから予約しなくてもよくて混みません。カラエルで1年間に一番暑い時は8月と9月です。その時プールで泳いだら体によくて痩せられます。それからクラインの1階にインドアトラックがあります。トラックの中でバスケットボールのコートもあります。ここでよくトラックチームやバスケットボールチームは練習しますけど、誰でも使えます。スピニングは部屋で自転車に乗る運動です。このスピニングルームは広くて明るいです。ここで練習の自転車に乗れます。そしてスピニングの授業が取れます。大きい鏡があるからヨガができるし、踊れるし、いろいろな活動ができます。スピニングルームに行くとき予約しておいた方がいいです。毎日元気になるためにたくさん大学生がクラインに行きます。ディキンソンの学生たちはフィットネスにすごく興味があります。フィットネスセンターは
素晴らしいからアメリカのスポーツ雑誌はディキンセン大学は一番フィットカンパスだと言っていました。ディキンセンに留学したらぜひクラインセンターに来てください。ありがとうございます。